はい、じゃあよろしくお願いします。いますということで、初めてなんですが、今回すごーく緩い回になります。お許しください。あの、先週もそうだったんですが、ちょっとね、息子たちがいない時間に今、取れる時間がなかなか見つけられなくって、えっ、ー、と、今週も、息子が、前はね、前、隣の部屋にいたんですけど、今、息子と目の前にいながら、えっ、ー、と、喋る回となります。なので、えーと、そこに息子と戯れながら質問に答える。 っていう回にしました。で、質問左下のオレンジ3つですね。あの、結構コメント欄からもちょっと拾ったり、拾ったら確認したりとか、あとはメールでいただくのがすごく多かったんですけど、あとは Twitter とかですね。から、えっ、ー、と、いくつかと思って3つだけ今回ね、えっ、ー、と、答えていく感じでいきますので、もしよかったらお付き合いください。ね、みんな、えー、ちょ。はい。<laughs> 普通に喋ってるごめんね。で、あのー、 まず、もう早速行こうかね。あ、もう長くしてもあれなので。あと、ね、この後お出かけしなきゃだからね、みんなとね。そう。<laughs> あの、好きなアーティスト、これね、あの、好きなホニャララって結構多かったんですけど、まあ、アーティストが多いなって感じたんで、今回これにしたんですが、えっ、ー、と、まあ、好きなアーティストって聞かれたら、ミスター・チルドレンって答えるかな、やっぱり。うん、一番好きなのはミスチルなので、ただ、ものすごいパパ、 こっちだよねこっちだよねうん、うん、これ本当聞いてるみんなごめんなさいね本当申し訳ない、うん、であの結構そのんだろう偏見なくというか何でも聞くんですよそうで最近やっと開拓したのがこう歌ってみたの方を見るのが好きになったんで、うん、あのボカロとかもあっちょごめんこっち動かないねそう聞くようになってちょっとごめん動いちゃったあのまあなんだろう なんアイドルとかも普通に聴きますしそうこのアーティストこのアーティストは絶対聴くっていうのはミスチルだったりとかあとは誰だろうあとバンプとかバンプオブチキンとか、あのーまあ、全然全世界らすごい話題になってるラ「ラットとかラットはも昔からすごい好きだったりとかあと誰かなよく聞くの。<laughs> <laughs> うん「ネコン」。 全然ですよね歌うんだよ、ね、<laughs> そうあとまあ普通にジャニーズも聴きますしね嵐とかも普通に好きですし、うん、でもこのアーティストっていうよりも「あこの歌いいよね」とかそうだからこのアーティストが嫌いっていうのはあまりなくってそうあの言い方が悪いですけどそんなに興味がないアーティストでも「いやこの歌良くない?」みたいなのがあるとそれめっちゃ聞いたりします普通にそうっていうのが多いですねあとウーバーとかも好きですウーバーワールドも ウーバーワールドはね、テンション上げるときはウーバーくんですけど、大丈夫。うん、<laughs> はい。といった感じですかね。まあ、一番好きなのはミスチュルです。はい。あとあれだ。なんか、これずっと言っちゃうよね。あとあのね、知らない方も多いと思うんですけど、アクアタイムズがすごい好きで、うん、とかもよく聞いてたね、昔。はい。で、えっと、あと2つがね、<え>次学生時代の勉強法ですね。これ多分ね、YouTube のコメント欄で たまに見かけるんですよあのできる限りコメント欄あの見させてもらおうと思ってチェックするんですけどあの結構多くってで自分学生時代はそうですねなんか自分塾とか行ってなかったんですよ唯一小学校と中学校の時に e c c ニアに通ったことがあるんですけどあと塾とか予備校行ったことがなくって一回もなのでもうなんだろう自学でやるしかなかったんですよでとにかくその学生時代からあの自分の生徒を ね、塾講師の時の生徒にもよく言ってましたけどこう時間を効率的に使おうぜっていう話をよくするのね例えば俺受験生だから勉強じゃねえゲームをしちゃいけないとか全く思わないんです息抜きだったらその時間を使っていいんじゃないって思っちゃうね別にただダラダラするなよっていうふうなすごく思っててあともう一個すごい、まあ、大事なことというか自分の中でこだわりが,日が来る平気 うん、なんかすごいね大丈夫か <laughs> あのー、大事なことは一度頭に入れたことは抜かない努力をしようっていうのをすごく言うんです口うるさくこれははいでこれどういうことかっていうと人間なのでうちらで機械じゃないので一回インプットしたものをもう絶対に忘れないってことはできないじゃないですか例えばパソコンみたいに打ち込みました保存ピッてしたらそれが保存できるわけじゃないじゃんうちらの脳っていうのは忘れてしまうのね で例えばみんなが英単語とかもちろんね理科数学のね理科とかの公式の暗記でも構わないですし何かのやり方でもいいんですけど覚えますよね頑張って英単語だったら頑張って暗記するじゃないですかでそれを1時間とかかけてやってもし忘れちゃったら自分の中ではその1時間が無駄になると思うんですそうそれがすごいもったいないんですよでも確かに1回覚えました 次の日テストしたら、同じやつのね、英単語とかテストしたらいくつか忘れるんですよ。どうしても。でも、それが無駄だとは思わないんです。それは普通なの。どんどん忘れていくから。これは人間の脳の、あ、大丈夫短期記憶とか長期記憶みたいな話になるんで、ちょっとマニアックなんでそこは話さないんですけど、忘れちゃうんです、人間っていうのは。それがいいとこでもあるから。ね。でも、それを忘れないように工夫するやり方があるのね。 それがとにかく短い期間で反復させるっていう反復練習ですよね。これはどんなものでも。英単語の暗記とかでもそうだし、普通に問題、一つの問題のやり方を覚えるにしても短い期間でやるんです。例えば、えっ、ー、と、どうしても学校行ってると難しいとこはあるんですよ。あの、なんだろう、部活とかやってる子だとちょっと難しくなっちゃうんですけど、理想的なのは学校から帰ってきますって。 で帰ってきてきあるものを勉強しましまたそれはほんと10分とかでいいと思うんですよ。ある問題、この1問だけ覚えようと思ってやりました。そのやったもの、じゃあ英単語だったら10個覚えました。それを寝る前にもう一回チェックするんです、必ず。で、寝るんです。OK だったら。で、起きたらもう一回同じものをやるんです。で、やるとかなり忘れない、これだけで。そう。自分は、まあ、それをもっと繰り返すすんですけど でそのやり方をすごいやっていて、学生時代は。もうとにかく、もうなんで俺、あんま勉強好きじゃなかったんで、まあ、今の別に好きじゃないですけど、勉強好きじゃなかったんで、でもやんなきゃじゃん。そう、あの、受験行きたい高校とか行き大学あったからさ、勉強してて、で、ゲームしたいわけですよ。漫画読みたいんですよ。<laughs> 歌聞きたいんですよ。カラオケ行きたいんですよ。みたいな、<laughs> 思ってたんだけど、でもやんなきゃいけない。で、もしそれを我慢して勉強したのに、 忘れてしまったら、おいおい、この時間だったらカラオケ行ってりゃよかったわ、みたいなふうに思ってしまうタイプなのね。だから、とにかく、じゃあ、覚えたものを忘れない努力をしようっていう工夫をしてて、で、たどり着いたのが一応そのやり方だったの。短い期間で反復させるっていう。で、勉強したものとか暗記したものをできる限り何かにメモをしておく。で、自分がね、えっと、自分のホームページってあるんですけど、あの数字の19にアルファベット CH。 であの検索すれば一発に出てくる「熟チャンネル」っていうサイトがあって動画の一覧表とかあとあれですねあの動画プリントアウトしたりできるんですけど問題をで一覧表のとこに「やった日」を書けるようになってるんです2箇所2日分ねでこれ何であるかっていうと例えば自分の動画を暗記しましたとじゃあ歴史のやつ暗記しましたってでそれを日付を書くんです暗記した日をそしたら後でチェックした時にあこの動画例えば江戸時代のここ あ、もう一週間経ってる。え、覚えてるかなやってみようみたいな確認ができるんです。さっきも言ったように、その日やって翌日やるみたいな勉強は必要です。それはもうちょっと、俺二、三日続けますけど、がっつり。続けてって。で、一週間とか経ったら、またチェックする。不意打ちで。でも、毎日毎日勉強に追われてたり。みんなと一年生、二年生やったら部活に追われてたりするわけじゃないですか。で、時間がなかったり、忙しかったりすると、やっぱりやったことを忘れちゃうんですよね。 どどんどんそうなのでそうなっちゃうといつやったっけあれこれやったっけいつだっけみたいになっちゃうから必ずメモを取るっていう日付とかをねそうやって短い期間で暗記してちょっと経ったら封打ちでテストして覚え直すっていう抜けをどん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 抜けないように抜けないように工夫していくっていうのをすごいやってましたもちろんそれだけじゃないですけどね勉強法っていうのは。でも 頭に入れたことを抜かないっていう努力をする。はい。えっとね、しシリにね、そう、シリにね、質問するのハマってて、ちょっと待ってもらって今ね、喋るからシリと。あ、いい話してるのか。みや<何>ちゃん、後で聞いてもらっていい何度ですかうん、え、私ですかって。<laughs> そう、まあ、そんな感じです。はい。<う>その努力をするのは大事かなと思います。 最後ですね、周りと比べちゃうってやつです。これはですね、えー、と受験生の方から、ね、すごく多かったんですけどどうしても周りがよく見えるんですよ。周りはできるようになってる気がするとか自分がどんどんダメになってる気がするっていう。で、これは、えー、と8割方気のせいです、はい、言ってしまえば。で、例えば得点、テストの得点とか偏差値ではっきり出るじゃないですか。 例えば自分が10点下がっちゃったけど友達が50点上がってて抜かれたってなったら確かにそれは変化として周りで遅れてるかもしれないですでもそれが2回3回続いたらそうかもしれないけどテスト1回ぐらいはたまたますってこともあるわけですよシリ,ちゃっ <laughs> シリ待ってくださいちょっと待っててねシリどんだけ好きやねんっていうねそう っていうのはすごく思っていて。で、なんでかっていうと、確かに得点出てしまったらへこみますよ。自分もへこんだし。特にあいつに負けたくねえなとか、自分より下だと思ってたやつに抜かれたりすると、すごい焦るわけですよ。自分がね、伸びてないように感じるけど。でも、結局、最終的に今みんなは受験っていうところに今、向かってるわけじゃないですか。それはまあ、ゴールではないけどね。まあ、受験っていう戦いの舞台に今、挑もうと思って、レベルを上げるために勉強してると。で、その過程にあるわけで、その途中なわけですよ。 で、その途中でちょこちょこテストが入って確認してると力ついてるかなっていう。確かに周りと比べること。それでモチベーションが上がるならいいっす。上がるなら。でも、やっぱり特に中学生。初めて受験を迎える子はモチベーション下がる方が多いんだよね。なぜかっていうと、いい方に持っていけないから気持ちを。自分がダメなところを見つけるために比べちゃってるからね。にううそうじゃないんだよね、みんなちゃんね。 そう,そうじゃなくってできればモチベーション上げるためにやってほしいでも最終的には自分との戦いだから受験はだからいつも言うように計画を立てるって口うるさく自分「あのダラダラじょう」でも話しますけど計画を立てるでその計画通りいけてるのかどうかそれでテストの点数が1回上がんなくても今のこれも前話しましたけど一気に急に伸びる子もいれば ちょっと伸びないんだよ。火がつかなくって、我慢して我慢して我慢して一気に爆発するタイプの子もいるの。これは分かれるいろんな子によって。だから今、なんだろう。伸び悩んでる子。もう勉強しても意味ないんじゃないかと思ってる子、いると思います。いると思うんですけど、そこで諦めちゃったら、今まで頑張ったのが無駄になっちゃう。 いい<待て> <laughs> 受験が終わる2月3月の時にもしかしたらそこまでにこう爆発が間に合わなかったらその時はああって思,うかも思っていいと思うでもまだ9月だよ10月11月12月で爆発する子がたくさん見てきてるから自分はずっとずっと我慢して偏差値もね1上がるか上がらないかとか下がっちゃったよってもうなんでなんでってたくさん泣きながら自分と相談して頑張ってきた子も見てきて。 でもその子たちが花が咲くんだよ。頑張ってきたから。でそういう可能性をみんなが秘めてるのでその可能性自分の中にある可能性を信じてほしい,、はい。というふうに思っております。本当はねもっといっぱい質問返そうと思ったんですけど絶対長くなると思って今回この3つを答えさせて終わります。<laughs> ごめん。<laughs> はいという感じで今回はこんな感じで答えさせていただきました。 はい。では、えっと、今回は、ハイチのダラダラジオ第162回、えっと、息子と戯れながら質問に答えるというテーマで喋らせていただきました。あの、もしかしたらね、こう、受験でピリピリしてる方なんかにしてみれば、何これみたいな、思われる方もいたかもしれないんですが、ちょっとなんか、息抜きにでも、なって、ほしいなっていうのがダラダラジオの一応本質なので、うん、まあ、いい方に捉えてもらえたら嬉しいです。 で、右下に、えっと、ツイッターの方書いてあります。あと、アットマーク、配置、アンダーバーですね。とある。あの、ひらがなの配置、あの、漢字の方じゃなくって、ひらがな、配置、3文字検索してもらえれば、1番に出てきますので、えもしよかったら、えっ、ー、とね、フォローの方もよろしくお願いします。で、あと、すごい細かいことなんですが、あの、実は自分ずっとですね、動画の概要欄ってあるんですよ。これ、携帯で見てる方はなかなかチェックしないと思うんですけど、あの、パソコンで見ていただいてる方なんかは、動画概要欄に、 次の動画と前の動画っていうリンクをずっとつけてきたんですね。あの、次の動画と飛べるようにと思ったんですが、あの、これ、なんだろう、その、なんだ、次の動画っていうリンクをアクセスした回数とかも一応チェックをしてるんですが、これね、悲しいことにほぼほぼ、えっと、使ってもらえてないので <laughs>、多分ね、動画一覧表からやっぱり飛ばれる方なんか多いんですよね。なので、えっと、やめました。はい、あの、しばらく続けようと思って一応続けてきたんですが、あの、 あれをリンクを作るのも結構手間がかかるのでならその手間を動画を作る時間に持ってった方が有効かなと思って、えっと、やめておりますなので途中まではあったんですけどあれ急になくなったみたいなふうになってると思うんですがあのその点、えっと、お許しいただけたらと思いますでは最後みんなちゃん挨拶するバイバイってバイバイはいということでありがとうございました1時に,に何時